みです。今日は横浜駅まで来てます。ダイヤモンド地下街の無印良品を過ぎた角を右に曲がりたいと思います。こちらのカフェと無印良品の間の通路をまっすぐ進みたいと思います。駅には横浜の方に向かいたいと思います。有隣堂がありました。あれ、やっぱり並んでる。龍前に到着しました。こちらのお店は2021年に100名店に選ばれてます。リーズナブルなのに美味しいということで定評があるようです。ラーメンは420円から450円に価格変更があったそうなんですが、それでも安いですよね。この値段ならいろんなメニュー食べれますね。それでは入店したいと思います。店内は古いんですけど、めちゃくちゃ綺麗に掃除されてました。今日は餃子と三万麺を注文したいと思います。隠れ家的町中華です。餃子330円です。めちゃくちゃ美味しそうです。お醤油とお酢とラー油をつけて食べてみたいと思います。変わった感じ、ちょっと柔らかいんですよね。龍前の自家製の餃子です。ひだが芸術的です。やばい、熱くて火傷してしまいました。大きくてふわふわしてる餃子です。ニラの香りが強くって生姜の香りがふわっとします。550円です。三万麺も野菜たっぷりで嬉しいです。餃子と合わせても880円なのでリーズナブルです。あんがピカピカ光ってます。スープはどんな感じでしょうか。ちょっととろっとしてて美味しそうです。スープをいただきたいと思います。深みのあるスープでめちゃくちゃ美味しいです。きっと秘伝のタレが入ってる気がします。野菜がトロトロで美味しそうです。お肉は小さいですがまんべんなく入ってました。麺が出てきました。細麺で美味しそうです。麺をいただきたいと思います。少し芯が残ってる固ゆでで美味しいです。サンマー麺の完成度が高すぎます。冬は全然汗かけないタイプなんですけど、このサンマー麺を食べたらすごく汗が出てきました。狭い厨房なんですけど、ベテランの男性の料理人が 4,5 人いました。この餃子はあんが柔らかくって味もしっかりついてるので、調味料をつけなくても美味しく食べれるかと思います。お
持ち帰りできる冷凍餃子もあるんですけど、10個で620円なのでリーズナブルですよね。横浜のお土産に最高です。店内で食べるには吉村屋まで並ばなくても大丈夫だと思うんですけど、結構並ばないといけないので冷凍だとすぐお持ち帰りできますね。ごちそうさまでした。Thank you.